こんにちは、粟田洋介です。クレイジーという言葉は多くのアーティストにとって褒め言葉だと思います。まあクレイジーな絵ができるかどうかわからないんですけど、今日はこのキャンバスに絵を描いていきます。アーティストにとってクレイジーが褒め言葉の理由は、まあステレオタイプではありますが、多くの偉大なアーティストたちはクレイジーだという印象があるからではないでしょうか。なのでクレイジーな作風のアーティストも、なんか真面目な作品を描いているアーティストも、なんか自分がクレイジーでありたいという印象があります。でも人によってクレイジーが褒め言葉じゃない場合もあるかもしれないし、クレイジーが褒め言葉だと思っている私でも、ただクレイジーって言われれば嬉しいってもんじゃないし、そのシチュエーションによっては嫌だなーって思う時もあるかもしれません。なので私が人にクレイジーだっていう時は、自分が本当にいい意味でクレイジーだと思う時だけ、そのクレイジーだという褒め言葉を使うようにしています。なんか変わり者とか変人とか言われる方が、普通の人って言われるよりは嬉しいかもしれません。なぜなら変わっているっていうのはクリエイティブだということだからです。クリエイティブっていうのは人と違うものを想像して作るわけですから、自分のオリジナルっていうことですね。オリジナリティがある、変わっているってことはすごい褒め言葉だと思います。私は見た目も普通だし、自分でクレイジーとか全然思ってないんですけど、最近普通の人なんているのかなって思うんですよね。なんか普通っぽい人でも話してみると、まあ、真面目なところと、ちょっと遊び心のあるところと、人はいろんな側面を持ってて、まあ私も画家としては、まあ猫が好きないい自分と、ちょっと悪ふざけが好きな悪い自分と、その悪ふざけを表現した作品が、ちょっとだけ私のクレイジーな側面なんじゃないかなと思っています。それで以前は悪ふざけな表現を結構してたんですけど、私の猫好きな側面を出して描いた作品の方が、まあわずかですがちょっと認められるようになったので、そっちの方を多く描いてるんですけど、まあそれはそれでありがたいことだし、そういう作品も私自身っていう感じなんですけど、多分私に限らず、なんかいろんな側面を持っていたら、人
つだけ出していると、なんかバランスがおかしくなるような気がするんですね。なので私もたまにちょっとふざけた表現とかをした方が、全体のバランスが良くなるような気もするし、なんか精神状態も良くなるような気がするし、なんかちょっとふざけた表現をたまにすることによって、なんかいつも描いている猫の作品とかにもいい影響を与えると私は思っているので、ちょっといたずら心のあるナンセンスな絵もたまに描いています。はい、絵が完成しました。これは魚を食べる人というタイトルです。なんかこんなトピックなので最初にクレイジーに描こうと思ったんですけど、なんかそういう風に思うと何を描いていいのか分かんなくなっちゃったので、あんまり意識しないで描きました。まあ何がクレイジーであるかは人によって違うと思うので、この絵をクレイジーだと思うかどうかは人それぞれだと思うんですけど、ちょっと怪しい絵が描けたんじゃないかと思っています。そしてまた売れない絵を描いてしまったなんて思っています。以前私が猫の絵ばっかり描いていることについてちょっとネガティブなことを言ったんですけど、それは猫の絵を描くことが嫌になったとかじゃなくて、まあ、違う側面の自分っていうものも表現した作品もやっぱり描いていきたいなっていう気持ちがあるという意味です。私は猫が大好きなのでこれからも猫の絵を描いていきますが、たまに私の悪ふざけないたずらな側面を出したナンセンスな作品も描いていこうと思います。ということで今回の動画は以上です。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタンを押していただけると嬉しいです。またチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。